横浜 FC シーガルズは神奈川県横浜市に本拠地を置く女子サッカーチームである。前身は1982年に設立された横須賀シーガルズ FC の女子トップチーム横須賀シーガルズ FC。2006年7月18日に特定非営利活動法人横須賀シーガルズスポーツクラブとして法人化した。2013年2月 日本プロサッカーリーグに加盟する横浜 FC を運営する株式会社横浜フリースポーツクラブの関連法人である一般社団法人横浜 FC スポーツクラブと業務提携を結び横須賀シーガルズ FC 女子トップチームは横浜 FC シーガルズに名称を変更した。なお女子社会人トップチームの管理運営面は 活動拠点を横須賀市から横浜市に移した上で横浜 FC スポーツクラブが行い、下部組織は NPO 法人の横須賀シーガルススポーツクラブが運営することが決定した。2014年11月に開催されたチャレンジリーグ参入チーム決定戦に勝利して2015年度からの日本女子サッカーリーグのチャレンジリーグへの参入が決定した。2015年は チャレンジリーグイーストで優勝、プレイオフ3位で入れ替え戦に進出。福岡 J.I. クラスとの入れ替え戦を2戦、合計2から1で制し、なでしこリーグ2部に昇格した。2016年から日本八条とのスポンサー契約締結に伴い、チーム名を日発横浜 FCC ガルズに解消。 サッカークラブは、横須賀市淡田の少年サッカー団の OB を中心に1976年に結成され、男子トップチームは2000年以後神奈川県社会人、サッカーリーグに在籍している。運営団体は、特定、非営利活動法人横須賀市ガルズスポーツクラブ。男子は、社会人、チーム、ユース、ジュニアユース、ジュニアチームを編成し、 横須賀市の他近隣の横浜市、三浦市、逗子市、三浦郡葉山町の青少年が活動を行っている。女子は、中学、高校生、社会人を対象としたサテライトのジョイチームが、神奈川県女子サッカーリーグ一部、メグチームが、同2部に在籍、少女チームや、レディースチームなどが編成されている。ABC、プロフィール、横浜 FC、 日本プロサッカーリーグ2017年8月20日閲覧横浜初なでしこリーグを目指す横浜 FCC ガールズ誕生のお知らせ 横浜 FC、http コロンスラッシュスラッシュ www.yokohamafc.com スラッシュニューススラッシュ2012スラッシュ0 7スラッシュ05スラッシュ FC-8 スラッシュ2013年2月5日閲覧横浜 FC シーガルズ誕生。県内初なでしこいる目指す。神奈川新聞。2012年7月6日閲覧。 横浜 FC Seagulls2015 年度チャレンジリーグ、参入正式承認のお知らせ、横浜 FC、http://www.jsgoal.jp/.official/.00181000/.00181700.html2014 年11月15日閲覧。横浜 FC シーガルズスポンサー契約に関する、お知らせチーム名、日発横浜 FC シーガルズにマイナス、横浜 FC ht p、http コロンスラッシュスラッシュ w w w ドット a o k y o h a m a f c ドッ c o m スラッシュ二零一六スラッシュ零一スラッシュ零五スラッシュ4 7六0 6 2 0 1 6年十二月二日閲覧。二千二十プレナス、なでしこリーグ一部。 ニ部リーグ開催延期及び2020プレナスなでしこリーグカップ中止のお知らせ。2021年2月28日閲覧。ありがとうございます。